ツンとあるの。ミルクキャラメルの匂いのするおもちゃ箱が、ママごと遊びは隣のやーちゃんと、耳のないうさぎはあの頃の宝物な、思い出が巡る。もう聞かなくなったシングルレコードが部屋に散らばって、秘密の日記はとっても惜しいけれど焼いてしまった。日だまりの中であなたの笑顔が輝いて、私のすべてになった。明日お嫁に行く私にはみんな